どうもーアーチです。今日紹介するのはこちら、機動戦士ガンダムジオリジンから MSD144/1 アクトザクキシリア部隊機だ。前回の動画でね、ランナー紹介やりました。今日はこいつを組み立てていきたいと思います。まあランナー数的にそんなにね多くないんで、こういう感じでね、あーシール落ちた、1時間ぐらいで作れるとは思います。じゃあ早速組んでみましょう。完成しました、アクトザク。余剰パーツがね結構あります。これぐらい余剰パーツになりますね。じゃあ付属品から見ていきましょう。まずはこの4連装マシンガンですね。でっかいっす。普通のザクマシンガンと違ってね、ここにマガジンっぽいのがあります。あとね、このフォアグリップが稼働します。こういう感じでね、はい。他は特に稼働はないです。で次が大型ヒートホーク。いいですね、これめっちゃかっこいいですね。色分けしたらすごい見栄えするんじゃないですかね。でこの大型ヒートホークをサイドアーマーにマウントするこのパーツですね。これが2つ、今つけるとこういう形になります。で大型ヒートホークも2つで、ヒートホークが伸ばした状態のものが1本とマウント用の縮んだ状態のやつが1本ですね。あとは左手の握り拳と右手の銃を握る指が起きてるやつですね。これちょっと手首のここに角度がついてます。で手首は一応この右の方も握りがあって、左手だけ開きがありますね。はい、こういう付属品がついてます。じゃあ次は本体見ていきましょう。はい、こういう感じでございます。で今回シールはこの物合いのねここだけ貼りました。その他は貼ってないです。でパチ組ですね。あーでもこれねめっちゃかっこいいっすよ、パチ組でも。はい、でこれですね、特徴的なこのキシリア部隊のねクレスト、ここがちゃんと再現されております。でこの胸パーツとかもね、ここ別パーツっぽく見えるようにね、まあ別パーツになってるんで、こういうところ細かいところがねいいですよね。あと動力パイプが軟質、はい、こういう感じです。結構ね144/1にしたらディテールも入ってるし、裏もねパーツがあるんで肉抜きない感じで仕上がってますね。うん、ものすごい出来がいいですよ、かっこいいです。はい、こういう感じですね。で物合いが動くギミックがついてるんですよね。こっちをこう顔を振ると物合いも動く、こっち向くとこっち側に寄るという感じですね。じゃあ次は稼働範囲見ていきましょう。で稼働範囲なんですけど、さっきのね物合いが動くレールの関係であんまり振らないんですよ。首が行ってもここ、こっちもここで、前後に関してはもうほぼほぼ動かないです。動かすと取れちゃいますね。はい、で首はあんまり動かないです。ただもう他の部分めちゃめちゃ動きますよ。まあ肩はぐるっと回るのと、若干のこのね引き出しがある。でシールドはここにボールジョイント入ってるんで、これももうグリグリ動きます。で肘がね二重関節になっててね、もう折りたためます。これすごいっすね。はい、これは素晴らしい。で手首は回る。はい、でこっちのねスパイクの方のアーマーはここに可動がついてるんで、こう開くんですよね。こう面白いですよね。なのでアーマーに干渉されずにこれもガリガリ動かせます。でここも引き出しになってるんですよ、肩関節のね。だからねこれめちゃめちゃ動くんですよね。素晴らしい、ポージングはすごい取りやすいです。で腰、ね動力パイプがあるんでそこまで回らないですけど、まあまあこの範囲では動くかなと。であとは前後もそんなに動かないですかね。はい、でアーマーですね、腰アーマー、フロントアーマーはもうバーンと跳ね上がります。これ真ん中でぶった切ってるんで左右独立で動きますね。で横、
サイドアーマー。サイドアーマーもね、ボールジョイント入ってるんですけど、まあまあそんなに、これぐらいですね。動いたとしてもね。はい。よいしょ。で、足はここに縦ロールがあるんで、これはグリッといきます。で、股関節がね、全体的にこういう、スイングするんですよ。なんでこういうね、ちょっと前かがみの宇宙飛んでるようなポーズも取りやすい。で、膝ですね。これもね、二重関節でね、まあアーマーが干渉するんでここまでですけど、めっちゃ動きますよ、これ。これいいですね。で、足首が、こう、縦軸じゃない、横軸か。こう回るのと、あと独立で、こう動くんで、ここまで。前も、ちょっとここが浮くんで、ここまで。だからね、接地性めっちゃいいです。どんなポーズでも結構いけるんじゃないですかね。じゃあちょっと武装を取り付けてみましょう。大型ヒートホークを腰にマウントして、4連装マシンガンを手に持たせてみました。こういう感じですね。4連装マシンガン、でかくていいです。ただね、ここがちょっとね、片手で持つとき邪魔だったりするんですけど、あとはヒートホーク、大型ヒートホーク、このマウントはでっかくてかっこいいですね。あんで、後ろに縮んだバージョンのヒートホーク、これ通常版ですね。で、ここに一応マウントが2個穴が開いてます。あと、バニアがね、こう動く。こういう感じでね、多少ですけど動きます。で、そうそう、腕のね、縦軸ロールもね、あるんです。これも、説明するの忘れてました。ぐるっと回りますね。はい。こういう感じで、非常に出来のいいキットだと思います。4連装マシンガンを両手持ちさせてみました。これもね、肩が引き出せたりするんで、無理なく持たせることができます。あとね、アクションベース2に対応してる、マウントパーツが付いてるんで、アクションベースにもこうやって取り付けてディスプレイできます。はい、こういう感じですね。ぐるっと。いやー、かっこいいっすわ、これ。はい。こういう感じですね。両手に大型ヒートホーク持たせてみました。いいっすね。今回のね、最大の特徴の武器ですもんね。いやー、かっこいい。結構ガシガシ動くんで、やっぱポーズ決まりますね。こういう感じに。かっこいいですね。で、4連装マシンガンの方なんですけど、ちゃんとね、グリップにね、突起がついてるんで、これ、保持力めっちゃしっかりしてるんですよ。全然ブレずに持てます。で、逆にこの大型ヒートホークの方は、特にピンがないんで、ちょっとね、持ち方によっちゃグラグラしちゃうんですけど、まあでも気にならない程度ですかね。はい。こういう感じになっております。かっこいいですね。というわけで今日紹介したのは機動戦士ガンダムジ・オリジン MSD から HG144/1 アクトザクキッシリア部隊機でした。触ってみた感じ、すごく組みやすいし、ガシガシ動くし、かっこいい、いいキットだと思います。こういう感じでね。はい。今後もね、これ系出るんでしょうかね。ちょっと楽しみですよね。144/1の大きさにしたらね、でもほんとよく動くし、プロポーションもいいキットではないでしょうか。じゃあ今日はこの辺で、またねー。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いいたします。あとコメントとかいただけると大変嬉しいので、そちらの方も何か感想とかありましたらよろしくお願いいたします。